出ました。これね、そこで皆さんにちょっとお伝えしたい情報が僕の、まだなんか、はい、なんか新情報、はい、今日は横尾太郎ちょっとおとなしいんじゃないかなと思われた方がいらっしゃった。コメントでもなんか今日横尾さんなんか静かだな、全然喋らねえなと思ってました。その今のために貯めてました。あれ、はい、すごい温存してたんですね。まあ、正直こんなに大人数でニーヤチームを仕掛けたりとか、あの河野さんが呼ばれてることとかちょっと意味がわからないことが多いと思う。河野さん一番ちょっとそもそもなんでニーヤがあのキャリバーに出るのかっていうところを、ちょっとあの僕が皆さんに分かりやすいようにパワポを使って今から説明したい。すごい、パワポまで用意してくださって、はい、パワポお願いします。これあれですよ、だってぶっちゃけこっちの出演陣誰も見てないですからね。そうです、ね、ノーチェックなんだ。ノーチェック、バンナムのチェックですよ、はい、バンナムのチェック取ってないです、はい、横尾さんしか見てない。そうですね、はい、行きましょう。知られざる私たちの裏事情。やばい、本当がやばい。このちょっとこれすごい長い話になるんですけど、巻いてなるべくいきますね、うん、はい、じゃあ、全ては30年前の神戸芸術工科大学視覚情報デザイン学科、これは僕がいた大学です。はい、なんか今15分あるっていうんでたっぷり喋らせてもらいます。で、この大学にですね、うん、一期生として僕がその時に入ったんです。この安いって書いてあるのはあの雑魚なので、後でまた説明します。雑魚じゃないから、はい、でこの二人が何かっていうと、すごいオタク友達、もうオタクですごい気持ち悪いあの友達で、コンピューター大好きっていうやつらだったんですけれども、その後にですね、やってきたのが岩崎岡部河野っていう2期生、あのここにいる岡部さんと河野さんがまさにこの時にあの2期生として後輩として入ってきたんです。つまり我々さんに同じ大学だった。この岩崎ってのは後で説明します。岩崎さんも気になるな。そうなんですよね、もう知らない人と2人で作ってますよ。でこれがその1期生と2期生、1期生すごいオタクだってさっき説明しましたけど、あの2期生がどういう人だったかっていうと、すごいあのなんだろうな、かっこよかったんですよね。へー、おしゃれデザイナー。おい、よかったよかった。もうすごい入った時からフックもおしゃれで、悪意あるぞ、悪意、悪意あるぞ。デザインもかっこよくて、すごい人が入ってる。この人卒業制作でなんかあの学校長とか受賞してますよね。あ、なんかそうです。すごい調子に乗ってる。まあ、はい、巻いていきます。はい、で次にじゃあ岡部さんがどうだったかって、はい、どうぞ。人生の前からあの、岡部さんちょっと自分がどうやってここに来たか軽く説明してください。そうです、僕ここに来る前に、うん、高校卒業していっぺん美容師の専門学校に行ってるんですよ、でちょっと働いてお店で働いて、うん、俺なんか違ったわみたいなことに気づいちゃって、そこから半年ぐらい浪人して、で二浪と同じ年で入ってここに来たんですよ。漫画家のアシスタント。あ、それは入ってから。なんかいろんな経緯が。そう、ね、サウンドにたどり着くんですよ。なかなかたどり着かない。元美容師って言っていいんですよね。元美容師。あ、そうです。元美容師でデザインの学科に入って音楽の仕事してるんだよね。そう。マジで人生の迷子です。うろうろしましたね。はい、じゃあ次いきます。はい、あのこの岩崎ってのはその2人のトンチキ野郎をまとめてるリーダーみたいな人がいたんですけど、この人は後でキーマンになるのでちょっとこれはトリオ的な感じですね、はい、覚えておいてください。で、こうそうこうしてるうちに2期生がいろいろ頑張ってるうちに、横と安井がどうなったかというと、はい、ちょっとあの僕が留学して安井が留年したんですよ。あれで、結局全員同じ卒業になってったと。なるほど。その全員同じ卒業になったところが、はい、じゃあ次いきます。なんとナムコの全員同期になったんですよ、こいつら全員まずナムコに入れました。正確には安井はですね、一回ナムコ落ちてるんですけれど、うん、後で僕が呼んだんですが、安井はあの本当は一回落ちたら入れないんですけど、うん、あの最初の SPI のあまりの早い段階で落ちてて記録にも残ってなくて裏口入学ができた。裏口入社大丈夫、これ言っちゃって大丈夫。どうじゃないもん、裏口入社、はい、安井さんまだどんな方かよく分かってた、はい、で、その次にですね、業務用の部署と家庭用の部署に分かれたんですよね。僕ら岩崎岡部のが家庭用、僕らが業務用で、業務用ってゲームセンターのゲームで、家庭用ハロウィコントロールスーパーファミリー。違う、僕業務用だよ。あれ、そうだっけ。そうあ、ごめん。それ後で修正しといて、修正お願いします。はい、はい、じゃあ次、その時たまたまあのアイマスの坂上 PD がですね、僕の上司だった、その関係を示して、その関係は関係ないからね。で、そうこうしてるうちに次に起きたことが、はい、こちら、
河野以外がナマコ全員やめてしまうこのだらしない連中です。はい、で辞めてどうなったかっていうのを、はい、ちょっとお知らせしますと、あの岩崎がキャビアって会社を作って、岡部さんもなかったけど自分の会社を作ったんですよ。で、僕と安井がなんか SC っていうちょっと大きな会社さんに入ったんですけれども、うん、その時に出会ったのが、はい、SC の藤坂さんですね。ドラゴンドラグーンのキャラクターデザインを、はい、してくださったデザイナーの方が入ってくださいました。で、そうこうしてるうちに SCE の景気が悪くなってって、何が起きたかっていうと、はい、うん、あれなんか別に SCE の景気は悪くなってないから、僕ら リストラされてリストラじゃないでしょ、やめて拾ってもらったのがキャビアって会社なんですよ。そこでようやくここで合流してると。もう本当これ継がないと全然わかんないですよね、うん、はい。で、いよいよここで登場するのは斉藤陽介かと思いきや、はい、スクリーンの芝プロデューサーっていう方が登場するんですが、この芝プロデューサーがどういう人かっていうとですね、はい、次のキャビアの岩崎さん上辺だけの付き合いのスクリーンのプロデューサーさんなんですけど、多分これね、そんなに間違ってないからね。で、これで芝さんが上辺で仲良くなって、芝さんが次に何をやったかっていうと、はい、ドラゴンドラグーンっていうゲームをですね、キャビア発注したんです。それで僕らがドラゴンドラグーンっていうゲームを作ることになった、うん、で、僕はまず第一弾でドラゴンドラグーンの1のディレクターをやりましたと。で、その次なんですけれども、この安井は実は DOD2 のディレクターになった人間なんですね。はい、で、以降安井は完全に空気なんで忘れてもらって、嘘よ、気になる。で、なんやかんやで権力闘争の結果、いろいろあったんですが、権力闘争の結果何が起きたかっていうと、はい、芝さんが消されて、はい、斉藤陽介がここで登場しますと。違うよ、ここ説明間違ってる。もともと俺芝の上司だから。そうです。なんで消さなきゃいけない。新たなる権力闘争の勝利者がここに現れたということなんです。これで次に何が起きたかっていうと、はい、斉藤さんがキャビアにニアを発注したって、さっきまた似たような、なんか図を見たんですけれども、まあ、同じ感じでキャビアにニアを発注した。それで僕がニア最初のレプリカントのディレクターをさせていただいたと。その時に藤坂さんがもうやってらんないなって愛想をつかして、はい、ミストウォーカーってところに移籍して逃げていきました。移籍、はい、はい、その時にその時にモナカの岡部さんは実はですね、もうなんかその仕事をやりたくないなって言ってた時期だったんです。なかなかヒットが長ず飛ばずで、その時に岡部さんが何をしてたかって言ったら、はい、モナカがスクエニにすごい癒着したくて、仕事の依頼を受けたこれじゃ癒着ではない。で、聞いて、じゃあここからが大事です。ここからがね、これ聞いてください。こうやって僕ら下々の者がですね、金をめぐって愚かな闘争を繰り広げて、あれだ、ナムコの上流貴族たちが何をやってたかっていうのは、はい、どうぞ。R4、そしてエースでブイブイ言わせ、アイマスでブイブイ言わせてると。はい、次どうぞ。あ、すいません、これ、はい、はい、じゃあ行きます。で、ニアは大した字が間違ってないやん。で、ニアは結局ヒットしなかったんですよ。そんなに、まあ売れるは売れたんですけど、まあだってそれはね、はい、R4 とかネースコンバットで勝てないですよ。そうなんですよ、ね、それで結局あれちょっと今なんか俺の気のせいかもしれないけど、練習とか見えたから大丈夫大丈夫。それで結局何かっていうと、ニアが売れなかったことで何が起きたかって、はい、どうぞ。はい、もう会社キャビア解体してバラバラになっているかと、横はぶっころって会社を立ち上げて、もう点でもうなんか浪人衆みたいな、ついになんかバラバラになって、そのありえないぐちゃぐちゃになった状態で何が起きたかっていうと、はい、土地狂った斉藤さんがドラクエを1回発注したって。これ土地狂ってないから、ドラクエ11を発注したんです。土地狂ってはいない、はい、で、その時に斉藤さんちょっと頭おかしくなってたら、はい、どうぞ。ついでにオートマトを僕に発注したって。この投げやりな状況のオートマトが生まれたんですよ。で、その時に岡部さんが何をやってたかっていうと、はい、もちろん岡部さんスクエニスするわけですよ。ニアのレプリカント CD が売れたことで褒められた記憶が忘れられずに。違います、モナカさんなんてだってね、うちじゃなくてもっとすごいほらアニメとかね、やってるじゃないですか。でも岡部さん、実際岡部さんが褒められたのはニアが初めてだった。そうだね、はい、ゲームとしてでしょ。ゲームでアニメではもうだってすごいもん。モナカフェスとかやばいっすよ、ね、やってますよ、モナカフェス。別作家がねで、そうやって調子に乗った岡部さんが次に何をやり始めるかっていうと、はい、なぜかバーチャルアイドル、さっき紹介だったジェームスです。オートマタに行かないよ、なるほど、はい、
これあのイルカの岩崎さんが実はさ、ディアステージっていうそのアイドル事務所とかも一応仕事してて、その絡みでいろいろあってバーチャルアイドルがなぜだからゲームを作ることに疲れた人があそこにいるってこと結果そうなったんですね。でその時にお金が あんまりない僕は何をその頃されてたかっていうと、はいどうぞ、うん、河野さんに脅される形で DLC を OK させられてたんですよジェブスとほぼ同時期になります。そういうラジオ、はいどうぞ。あ、じゃあ、あはい、で結局みんな利権で生きる中年男性なんだっていうことを僕はすごく言いたいなと思って、で、じゃあこれで終わりだってわけじゃなくて、ここからが最後のそのオチなんですけれども、はい、そして老人の主演と若手イケメンの台頭、はい、今から何が出てくると思いますか。また新時代、はい、はい、どうぞ。マステル高橋、もうナムコも、もうね、河野の時代終わってマステル上書きしてるじゃないですか。河野さん上書きしてる、見えなくなった。ちなみにこれマステルってどういう意味なんですか。僕もちょっとよく分かってないんですけど、多分キャリバーマスターが元です。あ、キャリバーマスター、キャリバーマスターがなんかいろいろなんか生っていってこれになってます。全然分かってない。はい、じゃあ次行くぞ。はい、どうぞ。ソルジャーホワシ、あのこれ、詳しくない人は分かんないと思うんですけど、ホワシさんって常に戦場にいる気持ちで生きてて、そうですね、本当殺されますから。そうです、ホテルに行ってもベッドで寝ずに床で寝てるんですよ。もうはちゃめちゃです。はい、はい、じゃあ最後マタニティカオリ、マタニティすべての女性に妊娠をもたらす男ですって言うから、まあ、最後に最後に、まあ、そういうですね、イケメンたちによって、まあ、結局今回のコラボが成立しましたよという話で、はい、以上でおしまいです。おしまい、はい、ありがとうございました。これなんとか大久保さんを入れようと思ったんですけど、どのぐらいいじっていいか分かんなくて、坂上さん出す必要あったかなっていう。いや、もう大事、あそこ大事で大事で、はい、以上でした。今の何の時間ですか。同窓会と同窓会です。これが同窓会の役だったんですね。いや、でもすごいね、なんか歴史の中でそんなに関わりがある、そうですね。いや、これどう言っても綺麗なコメントはできます。大事なことされてますから。ああやってごめん言ってた中で、今こうして皆さん一堂に会して、そうですよ、放送に出てるっていうファンからすると感動ものですから。すごいですね。まあ年収もちょいちょい出たりしてましたけど、あの年収じゃ本当食べていけないんですよ。あんな少ないわけねえだろ。少ないわけない、あんな少ないわけがない。まあ最終的に一番好感度が下がったのは田浦さんでしたけどね。完全に風評被害男性的にはね、男性的には結構何もしてないただただ僕が傷ついて勝手に何もしてないで昨日これ番組大体いつもこれが9割ぐらいこんな話です。昨日これ俺朝5時まで酔っ払いながら書いてたんで、すごい大変でしたよ。めちゃめちゃエンジョイしてるじゃないですか。2、3枚って思ってたのに、はい、こうやってキャリバーの番組をめちゃくちゃにするのが今日の目的でした。あの人めっちゃ忙しいはずなんですよ本当は、ね、この労力あったらストーリー作れたかもしれないですね。いや無理ですね。なんか愛情こもったまたパワーアップをね。40枚ぐらいだっけ。42枚ぐらいあったそうです。はい、そうです。そっか、なんかいろいろ伏線がありましたね。なんか来るまでにね、やっぱ結局アイドルをみんなで、そう、最終的にはみんなで、ね、最終的にはそこに行くのかもしれない。聞かれると、はい、同窓会トークじゃなくて一方的に暴露されてた。避けられた。暴露ならまだいいですよ。ないこと言われた。悪口で。この続きは多分またエスコバットの番組があるから。あ、そうです。あ、そうです。ね、いいですね。エスコバットの番組呼んでくださいよ、ミヤチーム。皆さん、ないです。ぜひ彦ユニットから。